北海道に住む高校3年生修二と知世。二人はお互いに惹かれ合い、そして恋に落ちてゆく。やっぱ一緒に登校しないと。だって私修ちゃんの彼女だから。不器用なやり方ながら楽しい日々を過ごしていた修二と知世。しかしあれどこの戦闘機、俺たちの国のじゃねえよ。札幌を国籍不明の戦闘機が襲った。そんな中突然現れた謎の飛行物体。何なんだ。無我夢中で飛行物体を追う修士。その目の前に現れたのは知世。ごめんなさい修ちゃん、私こんな体になっちゃった。週刊ビッグコミックスピリッツ史上で2年間にわたり連載、サイカノの愛称で親しまれ多くのファンに支持された最終兵器彼女が早くもアニメ化。